今回の動画の前半部分は、堀口秀俊くんと、カルピス軍団に対する、行動原理の考察です。少しいつもの動画とは、経路の違う動画になります。堀口くんとカルピスの行動原理について、深く知りたい人は、ぜひ最後まで見てください。本日も、堀口秀俊スペシャルの時間が、やってきてしまいました。本日2本目。今回は、序盤は堀口くんに対する説教で、説教が終わってから、通常通りのスペシャルに移行します。通常通りのスペシャルってなんだよ。それはもはや、スペシャルではないかもしれません。堀口秀俊界隈は、おそらく2024年も、毎日がスペシャルになることでしょう。頭おかしなるで、なんと、今日1月3日、堀口くんが私に対して、X で言及しました。堀口くんが X で、プレスリリース以外で、私について言及するのは、これで確か2回目だったでしょうか。1回目は堀口くんが、アルミホイルの民のポストに、謎のマジレスをしていた件です。田中太郎2の件、これは全力で監禁しなければ、ということで、早速堀口くんのポストを監禁していきたいと思います。まず順を追って説明します。カルピス軍団の弁護士っぽいアカウント研修女スコールが私の動画の一部を都合の良い切り取り方をして堀口くんにリプを送りました。スコールことスコッチョが堀口くんに送ったのは私の動画のこの部分です。裁判所や企業に散々迷惑かけといて今さら何言ってんだ。迷惑かけるのが嫌なら大量 CP 開示を今すぐ取り下げてくださいって。スコッチョはこの部分のスクショを貼り付けて赤木レイヤーが今すぐ取り下げてくださいと言っているという感じで堀口くんにリプを送っていました。で、それに対する堀口くんの回答がこちら。笑い、大勢から権利侵害を受けているから大量に発信者情報開示しなくちゃいけないわけで、私に発信者情報開示を取り下げるように求めるのは筋違いなんですよね。しかも大勢が誹謗中傷やプライバシー侵害で私に迷惑をかけているのは黙認するダブルスタンダード、加害者に権利侵害をやめろと言うべき。どうですか皆様、王からのありがたいお言葉ですよ。ですね、突っ込みどころが多すぎます。言いたいことが非常にたくさんあります。かなり短いポストですが、これだけで10分くらい尺を使うかもしれません。何せ堀口くん本人からのありがたいお言葉ですからね。丁寧に監禁しないと失礼というもの、それこそ不敬罪になってしまいます。まずスコッチョのポストは完全に悪意ある切り取りです。アルパカ社長の生放送でも悪意ある切り取りがなされていたとアルパカ社長が憤っていましたが、それと同じようなことが表でも堂々と行われています。裏でやるならまだしも、表で堂々とやるのはあまりにも考えが浅はかです。 YouTuber の専門学校に行く人よりもはるかに考えが浅はかです。いやでもどうせ裏でやっても DM が流出しておもちゃにされるだけなので、どうせ一緒でしょうか。今のカルピス軍団 DM リークにビビって絶対にリークしなさそうな人だけを集めて上級 DM グループとか作ってそう。かわいちょ、笑い。身も蓋もないことを言うと、そもそも DM を流出させているのはカルピス軍団の弁護士という可能性もありますからね。クロスミレ様とかいう黒幕が、ご指摘の通り、カルピス軍団の弁護士は、堀口くんの味方などではなく、堀口くんと他の人を争わせる方向に、あえて誘導している感じがします。つまりカルピス軍団の弁護士が、マッチポンプをやっている可能性があるわけです。先ほど紹介した、スコッチョが堀口くんに送ったリプも、かなり悪意のある切り取り方をしていましたし、あからさまに、堀口くんを扇動しようとしている意図が、感じられます。なぜなら、スコッチョは、私の動画の重要な部分を、あえて紹介していないからです。スコッチョが堀口くんに送った動画のこの部分の前には以下のような記述があります。なお誤字はそのままです。堀口くんのノートより引用、すでに同社を相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てているものの、対応と動画及びコメントを対象を一度に処理する限界から裁判所及び相手方への負担を考慮して投稿記事を分割した上で改めて発信者情報開示命令を申し立てた。つまり堀口くんがノートで裁判所に迷惑かけるのが嫌だから改めて開示命令を申し立てたという意味不明なことを言っていたので、私は迷惑かけるのが嫌なら開示を取り下げてくださいと言ったわけですね。これをスコッチョは前後の文脈を無視して開示を取り下げてくださいの部分だけをスクショして堀口くんに送っています。堀口くん、本当に私の動画をちゃんと見ていますか？アルミホイルの民に真剣にレスしていた時も私の動画をちゃんと見ているのか、かなり怪しいと感じました。堀口くん、反論するなら相手の主張をちゃんと見てからその上で反論しないとダメですよ。いやでも堀口くんの場合は相手の主張を見てもレス場で勝てないかもしれませんが、おそらくカルピス軍団の弁護士はこんな感じで裏でも表でも堀口くんがいろいろな人と戦うように全力で空気を入れまくっているのではないでしょうか。大構成笑いが失敗に終わってから裏での空気入れが3倍になっているなんていう話もあります。そして年が明けても鉄砲玉が特攻しないので、ついには表でも空気を入れ始めた。
という感じかもしれません。堀口くんや、堀口くんの支持者の問題点として、事実確認がバガバで、相手を叩くという点があります。例えば剣網では、暇空茜様に批判的なスレが、たまに立てられることがあります。しかし、その内容を見てみると、明らかに曲解が含まれていたり、悪意ある解釈が含まれていたり、暇空茜様に対して、強い恨みを持っている人物が、立てたとしか思えないような、まるで新聞赤旗のような、素晴らしいスレッドが目につきます。ちなみにカルピス軍団の、DM のリークの中には、5チャンネルにスレを立てるうんぬん、なんていう話も出ていました。すべてのスレがそうだとは言いませんが、暇空茜様を批判するスレの中には、カルピス軍団が立てたスレも、一部含まれているのかもしれません。彼らの根底にあるのは、とりあえず、嫌いな奴を叩くことができれば、何でもいい、という歪んだ発想です。例えば、カルピス軍団が以前、暇空茜が裁判でついたてを要求した、として、謎のついたて煽りを繰り広げていました。しかし暇空茜様は、裁判でついたてなど要求していないそうです。カンバラ先生が、ついたてなどは認めない、目を見て話せばわかる、という気持ち悪いことを言い始めたのが原因で、そのカンバラ先生の発言を曲解して、暇空茜がついたてを要求した、という設定になっていたみたいです。なんかもう、新聞赤旗でも、びっくりするレベルの、変更報道です。変更報道というか、ただの妄想ですね。ここまで行くと、要するに、何が言いたいかというと、頭の良い人たちって、そういうところがあるんですよ。嘘でも何でも良いから、俺の気に食わない奴を叩く材料があればいい。そんな考えの人間が、本当にごく一部存在するのです。ちなみに、堀口くんも過去に、ついたて煽りをしています。それがこちら。やはりついたてというか、貴重で目隠ししたまま、相手と会うんですかね。考える。いやあ、恥ずかしい。これは恥ずかしいです。もはや説明不要でしょう。日本よ、これが堀口秀俊だ。あくまで一般論ですが、こういうタイプは、非常に扇動しやすいですし、鉄砲玉としては使い勝手が良いかもしれません。ただし、堀口くんは王なので、例外です。王をコントロールできるわけがありませんし、コントロールしようと画策すること自体が、不敬罪に当たります。もろちん人間なんですから、間違ったりすることもあります。こういう時に、すみません。ついたてって言ってないの、知りませんでした。と言える人間であれば、それで良いんですよ。しかし堀口くんは、基本的に謝れない人間です。小林の怒りが停止されました。というノート記事も、未だに一切謝罪も訂正もすることなく、平然と残しています。流されやすく、扇動されやすい上に、謝罪できない、これらの特徴が揃っていると。かなりしんどいです。というわけで堀口くんに2点の注意をしておくと、避難所より頭いい人たちに流されて、扇動されたりしないように、気をつけましょうね。そして扇動されてしまった時は、きちんと謝りましょうね。っていうか、スコッチョにリプを返している時点で、だいぶ最低だと思うんですけれども、堀口くんはそのあたり、どうお考えなのでしょうか。情弱に空気を入れて、犯罪行為に走らせて、鉄砲玉にしようとしているアカウントと、平気で絡んでいるなんて、正気ですか。もっと周りからどう思われるかとか、考えた方が良いですよ。手遅れ。さて、それでは先ほど紹介した王の言葉に、詳細な反論を、していきたいと思います。堀口くんのポストから引用します。法廷から、権利侵害を受けているから、大量に発信者情報開示しなくちゃいけないわけで、私に発信者情報開示を取り下げるように求めるのは、筋違いなんですよね。堀口くんが、暇空茜様とバトルした後に、一番最初に開示申し立てを行ったのが、2023年4月10日です。しかし、約10ヶ月が経過しているにもかかわらず、堀口くんは X で開示した人物を、未だに一人も訴えていません。最近だと、開示請求にかかる期間は、長くても大体、3から4ヶ月程度みたいです。申し立ててから、すでに約10ヶ月も経っているのに、まだ一人も訴えていないのは、なぜなのでしょうか。それどころか、現在表に出ている情報だけだと、AP 訴訟まで行った。という話すら、暇空茜様のところには情報が来ていないようです。堀口くんは一応、AP 開示が通ったと主張していますが、残念ながらその信憑性については疑われています。大勢から権利侵害を受けている、という堀口くんの主張が、もし事実であれば、とっくに開示請求は通っているはずです。本人訴訟であることを考慮しても、さすがに時間がかかりすぎています。つまり、未だに AP 開示すら通っていない理由は、堀口くんが、明確にアウトではない投稿まで、大量にリストアップして開示しているから、という可能性が濃厚です。実際、一部公開されている、堀口くんが開示した投稿を見ても、明らかに訴えても勝てなさそうな書き込みが、結構な数あることは判明しています。つまり、大勢から権利侵害を受けている、という堀口くんの主張は、嫉妬です。大勢から権利侵害を受けている、という話がもし本当なら、開示請求をかけた件数
と、対象の投稿、そして実際に通った数を、公表してください。これに関しては去年から何度か言っているのですが、堀口くんは一向に公開する気配がありません。例えば、堀口くんが5000件開示して、そのうち4000件で、AP 開示まで行った。というデータがあれば、堀口くんが開示請求を、適切に行っていたことがわかります。ただ、堀口くんは間違いなく出せないでしょうね。堀口くんが、自分に批判的な投稿に対して、片っ端から開示請求をかけていることは、私は初期の頃から指摘していましたから、まだわからないんですか。堀口くんがいくら声を大にして、大勢から権利侵害を受けている、といったところで、今さら君の言うことを信用する人間なんて、ほとんどいません。未だに堀口くんのことを、擁護しているアカウントが、ごく稀にありますが、そのアカウントの過去のポストを、ぜひ見てみてください。やばいアカウントばかりです。別に、悪質な投稿に対して、開示請求をして訴えるのは、良いと思いますよ。でも、明らかに問題のない投稿に対して、ダメ元で開示請求をかけるのは、開示請求の乱用ですし、迷惑なのでやめましょうね。って言ってるだけやろが、悪い、筋違いなのは、おめえの主張ですよ。まず前提からして、現実と違うことを言っているので、全く話になりません。一生カルキスによしよしされててください。しかも、大勢が誹謗中傷や、プライバシー侵害で私に迷惑をかけているのは、黙認するダブルスタンダード、加害者に、権利侵害をやめろと言うべき。何を言ってるんですか堀口くん。繰り返しになりますが、本当に私の動画を見ていますか。私は以前から堀口くんに対する誹謗中傷はしないよう動画で何度も注意喚起を行っていますし、外見的特徴を揶揄するのはやめるべきと何度も主張しています。黙認しているというのは誤解です。よってカルピス軍団全員からの謝罪と訂正、賠償を要求します。白心、いや、もろもろチンチン、チンチチン、冗談ですよ。人聞きの悪いことを言わないでください。というかまず現状を正しく認識してください。堀口くんの場合は現状の認識が間違っているので会話が噛み合いません。今までの人生であらゆるコミュニティでなぜ爪弾きにされてきたのかをもう一度しっかり考えることをお勧めします。プライバシー侵害で私に迷惑をかけているというのは具体的に一体誰のことなのでしょうか。学習院 OB のことですか。もろちん、学習院 OB が堀口くんの個人情報を晒していたとしたら大問題です。しかし堀口くんのこれまでの言動から考えると、堀口くんの主張を鵜呑みにして学習院 OB を糾弾することなんてできるわけないでしょ。プライバシー侵害をされていると主張するなら、ちゃんと根拠などを出した上できちんと説明してください。堀口くんの証言だけだと何とも言えないです。というか、プライバシー侵害を行っているのはむしろ堀口くんやカルピス軍団の方です。堀口くんが過去に何度もボロンしているのは言わずもがな。カルピス軍団も裏のグループ DM にて他人の個人情報を共有しているみたいです。堀口くんは自分がプライバシー侵害を受けていると主張するのに、学習院告発サイトやカルピス軍団の個人情報の共有については何も言わないのでしょうか。正義の心を持つ堀口くんなら、学習院告発サイトやカルピス軍団に対して猛抗議してくれると信じています。さあ池秀俊、今すぐ猛抗議しろ。ほら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 、どうしたんですか。早く抗議してくださいよ。学習院告発サイトの管理人を裁判所に呼びつけて説教してあげてください。堀口くんは加害者に権利侵害をやめろと言うべきとおっしゃっています。私は小林 T に対してやりすぎ行きすぎだと何度も言っていますし、これ以上アウトな誹謗中傷を続けるようなら支持できないと過去に動画で言っています。あと猫八様に関しても面白いけど支持はできないと何度も言っています。でもね、私が猫八様に対してそういう動画を投稿するのをやめろっていうのもなんか違うでしょ。例えばあれがリアルな 3D だったら完全にアウトだと思うんですが、かなりデフォルメした 3D モデルということで微妙なラインなんですよね。誰かに似ているような、似ていないような、そういう微妙なラインなので訴えるんなら勝手に訴えれば良いんじゃないですか、というのが私のスタンスです。例えば猫八様が権利侵害をしているかどうかなんてまだ裁判もしていない段階なんですから、定かではないでしょ。明確にこれはアウトだなというケースではなく、微妙なラインなのですから判決が出ないと何とも言えません。微妙なラインの投稿に対して権利侵害と決めつけて叩くことを要求するのもいかがなものかと思いますよ。とりあえず自分が気に食わない投稿を何でもかんでもすぐに権利侵害と認
認定するのはやめませんか。一方で堀口くんやカルピス軍団は明らかに権利侵害を行っています。堀口くんは複数の人物を誹謗中傷して現在裁判で係争中ですし、個人情報ボロンや学習院告発サイトなど問題行動が多数見られます。カルピス軍団は VPN を使って匿名化して誹謗中傷をしたり個人情報を共有したり企業に迷惑行為を行ったりしています。堀口くんはなぜこれらの権利侵害に対して権利侵害をやめろとは言わないのでしょうか。他人に対して権利侵害をやめろと言えと要求する前に、まず自分自身とカルピス軍団に対して権利侵害をやめろと言ってもらえませんか。笑い。どうやら最近堀口くんはダブルスタンダードという言葉をどこかでラーニングしてきたようです。しかしダブルスタンダードという言葉を使いつつ、堀口くん自身が今まさにダブスタ全開なのは体を張ったギャグなのでしょうか。勘弁してください。とりあえず堀口くんは他人にあれこれ言う前にカルピス軍団と縁を切って今までやったことの責任を全て取ってから物申すようにしてください。今の堀口くんが他人に対して物申したところで何を言ってもダブスタになってしまいますし、自分自身にブーメランがぶっ刺さってしまうだけです。どうしましょう。堀口くんの短いポストに対して反論するだけで15分も経ってしまいました。そろそろ次の話題に行きます。堀口くんとは直接関係ないのですが、カルピス軍団つながりということで久しぶりに小杉沙織様の件について軽く紹介します。 NPO 法人代表の小杉沙織様は WBPC から訴えられた時に備えてカンパを集めて約2000万円が集まりました。しかしそのほとんどを使わず自分の団体に入れると言い始めたことで炎上して返金する騒ぎになりました。小杉沙織様はカンパの返金状況や現在の状況について詳細な報告をしておらず、7月23日から X を放置していました。そして約半年後の2024年1月2日小杉様は次のようなポストを投稿されました。震災エリアの方々、どうか身の安全を確保して避難してください。お正月で帰省されてる方も多いと思います。津波はもちろん大きな余震も続いています。家屋の倒壊や崖崩れ、火災などにもどうか気をつけてください。そして若者たちも不安で怖くてたまらないと思います。不安な時は遠慮なく連絡してください。身の安全確保第一に、どうか皆さん無事でいてください。返金状況等について半年以上も詳細な報告をせず久しぶりにポストしたかと思うとこれです。当然リプランでは寒波の件について追及するポストがいくつか投稿されていました。そしてウサポン様が次のようなポストを投稿されました。引用します。明けましておめでとうございます。小杉沙織さんに質問です。一若者メンタルサポート協会の相談は無料、有料の方がいた事実は本当ですか。2目的に1円も使われなかった2000万の寒波金の件はどうなりましたか。3悪口大会矛盾、信者、友達いない、このあたりの説明をぜひ。しかし答えが返ってくることはなく、小杉様はウサポン様をブロックしました。久しぶりの更新だから質問したのに、小杉沙織さんの答えはブロックでした。やましいことがなければ堂々と答えられる質問だと思うんだけどな。今準備しているのでもう少し待ってくださいとかならわかりますよ。しかし寒波に関する質問を無言でブロックするというのは非常に印象が悪いです。堀口くんも寒波の質問を無視しましたが、さすがにブロックはしていなかったと思います。あくまで瞬間最大風速とはいえ、堀口秀俊くんを超えてくるのやめろ。小杉様の件については若干不穏な話も聞いています。誠意ある対応をすることを切に望みます。だって2000万円ですよ。2000万円、それだけの大金を集めて目的にほとんど使っていないのに何も報告せず許されるわけがありません。さて次の話題です。堀口くんに関する暇空茜様のポストから引用します。ところであんだけ本人訴訟でやりながら KCL 通ってる設定まだ通すのかな。裁判所でもわわかんないくい。なんかもうすでに誰かが堀口くんが KCL に在籍していない証拠を持っていそうな気がするのですが、気のせいでしょうか。最新設定では年末年始は海外旅行中なんでしたっけ。堀口くんが海外設定を貫く場合、廃豚様の開示などで国内に戻ってくるのが難しいのではないでしょうか。まあそれでも堀口くんなら一時帰国して裁判所に行ったとか無理やり強弁しそうな感じもしますが、どうやって責任を取る予定なんでしょうね。すごいよなこれ。オーラっていうか普通は絶対に責任を取らせるとかになるのに、なぜかどうやって責任を取る予定なんでしょうねになるの意味不明。この他人任せで無責任な言い回し、若干の重みを感じてしまいます。この感じいい感じだで。これは相手のことを絶対に追い詰めてやると思っている人の口ぶりではないというか、
何を考えているのか、相変わらずよくわかりません。堀口くんは、暇空茜様との裁判で、たったの650万円しか請求しませんでした。小林に対しては8700万円も要求していたのに、実際の裁判で要求してくる金額は、そんなものです。おそらく、某弁護士から言われて、ギリギリ許される請求額にしたものと思われます。でないと、小林に8700万円要求する男が、暇空茜様に対して650万はないでしょ。今の堀口くんは、誹謗中傷でどれぐらいのお金が取れるのか、なんとなく理解しているはずです。堀口くんの場合、名誉毀損の投稿はほとんどなく、イケて名誉感情侵害ですから、取れる賠償金は10から30万円ぐらいです。弁護士がついているのなら、それぐらいのことは把握しているはずですから、どうやって責任を取る予定なんでしょうね。に回答するならば、賠償金を数十万円支払うのでは、という回答になります。それよりも堀口くんは、自分の心配をした方がいいです。これからさらに、追加で4件の裁判を起こされるみたいですが、賠償金は合計で、数十万円で済むのでしょうか。どうやって責任を取る予定なんでしょうね。相手は自分の思い通りには動かないという、当然の前提があって、相手に対してできることは、裁判で勝って請求するということで、責任を取らせる、主語は自分になる。ところが、どうやって責任を取る予定なんでしょうねは、ダーを示談で、相手が折れるのを待ってるとしか、俺には読めない。堀口くんが、どんなに示談ダーをしても、あいつ2016年から2019年まで、学習院告発サイト作るだけで、何もせず3年間無駄にして、退学した〇〇だからな、で終わる、目標のために、最後までやりきる人間ではない。3年もあれば、いろいろなことができます。例えば何か資格を取ったり、専門職になるために、専門学校に行ったり、学習院告発サイトを作ったことで、堀口くんの人生で、何かプラスになったことはあるのでしょうか。むしろマイナスにしかなっていません。というわけで、あんな迷惑サイト、さっさと消してください。お知らせです。現在 Amazon にて、初売りセールが開催中です。せっかくのお正月ですし、ここは財布の紐を緩めて、欲しいものを買っちゃいませんか。今回のセールは期間が短めなので、早めに買っておくことをお勧めします。詳細は概要欄とコメント欄のリンクからどうぞ。最後までご視聴ありがとうございました。